おはようございますというかこんばんは、 SBFJ 利根川です。今日は関東圏の釣り場ではなく、東北地方は岩手県花巻市東和町にあるダム湖百選の一つ、多瀬ダム湖と多瀬湖に来ました。今回は地元の二階堂さん、菅原さんに案内していただきます。はい、柳やりますね。柳のこっち方、あんまりこっち行くとこの沢でドンと深くなった。ああ、そうか、ここ沢なんですね。うん、もうカルバトあるから。なるほど。だから柳の際際だな。際っていうか、まあ20-30センチずらしてもいいから。はい、ここからこう結構足入ってた。釣り場へ向かう途中、雨の予報ではありませんでしたが、パラパラと雨が降ってきてしまって、気温も3度だか4度だったので、かなり寒いです。これから水がじりじりと上がっていくので、あらかじめ台を高めに設置しておいて、長靴を脱ぐ前に餌を作っておきます。餌はグルテンなら何でもいいんじゃないかというお話なので、こういう時こそ一番自信を持って使える芋グルとワタグル1対1のブレンドです。そしてなんだか焦っている利根川。そう、ここでカメラを釣り台に固定するパラソル万力を忘れてしまったのです。幸い今回は相田さんが銀閣のパラソル万力を持っていたので、それで固定をしてことなきを得ましたが、これを忘れていたら多瀬湖まで来て浮きの動きを取れませんでした。セーフ。竿は月光強しを6尺から18尺プラス初代先行の21尺を持ってきたので、いつもの銀閣竿ケースには全部入らず、管理で使っている竿ケースの中身をごっそり入れ替えて持ってきました。今回竿は月光強しの18尺を使用していきます。道糸は 2.5 号、ハリスは 1.2 号のキョベラ仕様です。重り調整を済ませてから、針はギガリフトの13号をつけて、棚取りも完了したので、多瀬湖での第1投目スタートさせていただきます。じゃあ本日1投目やらせていただきます。はい、よろしくお願いしま す, お願いします。よろしくお願いします。やっとだ。はい、手軽の方、第1投。当たり的にはもう触ってドンっすか、いきなしドン。結構ね、夕方、時代出てきてもね、意外とふわーってして、ザタザタが、もう下へパッと落としたら、もうどん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 。もう前触れなくの可能性もあるんだ。触っ、なんだ、引っかけちゃってました。なんだろう、木に引っかけちゃってました。気持ち遅いね。木に引っかけちゃってたんで、今指が寒いですね。寒いよ。なんだ、ダムの水の方がぬるい。ぬるいですね。もう触ってる。そこでいいよ。やった、よかった。だってさっき言ったよりもそこの方がいいから。も悪くなかったですね。どうなることやら。どうなることやらですね。もうアクアクが止まりません。アクアクが止まりません。ちょっと寒くてろれつが回ってないですね。いや、それがさ、ろれつ回ってないいつもだっけ。あと噛んじゃうんですよ。しょうがないしょうがない。あれっつって今言えなかったなっつって。これさっき結構打った方がいいんですかね。こんなテンポいらないですよね。テンポ横はいらないですよね。じっくりだね。ゆっくりだな。そうだし。またゆっくり。そうですね。焦らず、こういう時に朝ごはん食べて当たりを見逃すんですよ。今日の朝ごはんはガツンと豚生姜焼きおにぎりで、米のエネルギーを補充して甘いものも忘れずにいただきます。
俺たちの浮きの下あたりからでっけえのが行きました。ヘラ？多分ヘラだと思いますよね。本当に？うん。さっき見たようなやつがボワーンって一瞬濃いかと思ったんですけど、白かった。色が濃いじゃないんですよね。マジ？マジで行きました。後半に続くな。取れてた。いや多分あれ映ってないですね。あの範囲には入ってるんですけど、うん、ちょっとあまあもしかしたら。やっぱりいろんな魚がいるということで、ここは一つ。どうした？カチッて入りました。いつものやつ？いつものやつ、あの若干あのこっち GoPro 大丈夫かなって確認したら、あっつって。父は友達かしら？父は友達の可能性はありますね。やっとまあ仕事多めなんで。芋も入れてますし。おー、いい当たり。当たりでしたよね。けど、なんだろうね。触ってないですもんね。いやでも、取れよかった。シンプルにもったいね。シンプルにもったいなしですよね。くそー。いやマジか。調子乗って腕組みしてるんじゃなかった。調子こいたね。調子こきましたよね。ちょこちょこ。完全なる恋ですね。上がった？上がったのか下がったのか。今ちょっと送ってます。これが、ひかりちゃんかい？おほほ、食べれそう？うぐいか。うぐいっつーの？これうぐいじゃないですか。これは俺知らん。でっかいタモに入れたのは、たぶんこれ婚姻色出てるうぐいだと思うんですよね。うぐいさん、そうですね。いやこのでっけー玉網に入ったのは何の魚だろう。この子でした。いやでも綺麗だな。ありがとう。ごめんね。だんだん、お、今回案内をしてくれた二階堂さんと菅原さん曰く、夕方はチャンス、夕方がチャンスで、朝も多少は動くかなというお話だったので、休憩をすることにしました。相田さんは前日朝の6時起きで、普通に仕事からそのままここに直行ですし、利根川も21時頃軽く寝られましたが、疲労のピークが来たので、夕方に向けて仮眠です。じゃあ、床休め後、復帰いきまーす。よろしくお願いします。お願いいたします。餌打ちを再開したものの、風で草が戻っていたので竿周りのお掃除です。綺麗になったので今度こそ午後の釣り再開です。じゃあ今度こそここ一投目よろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ミス。はい、2回目のよろしくお願いします。はい、それテイク2？ テイク2ですね。間髪入れずのテイク2ってやつですね。テイク1も入れよう。テイク1も使いますよ。いつものやつなんだ。いつものやつですね。見て見て見てから。見て見て見て。再開してから相田さんも利根川も浮きがチュンチュンと動いてます。午前中のことを考えると、おそらくウグイが元気に餌をつっついてるんじゃないかと思いますが、50神がいる釣り場なので油断は禁物。もしかしたらでっけえヘラブナかもしれません。すげえいます。お、やったじゃん。ジャンピングウグイ。ジャンピングウグイって魚なの？いや、あのジャンピングでウグイではないですけど、
上がジャンプしたんで。ついてるじゃん。ついてますよ。ウグイなのそれ。俺ウグイつってましたね。ウグイさん。うわーごーがっちり。へい、ありがとう。月中いつも見てます。ありがとうございます。あ、アイダマンさんですか。あはは、お世話になります。はい、チーズ。頑張ってください。じゃあ、はい、ありがとうございます。お互い頑張りましょう。はい、風の向きでゴミが戻ってきてしまったので、もう戻ってこないよう左手前にゴミを押し込んだ後、餌を打ちましたが、浮きが沈みながら餌がそこにトンと着底してすぐに強風が吹いて、その時に食いました。やっぱり芋に吸い寄せられてるんですね。芋野郎だな。芋野郎ですね。センキュすごい。ウグイのりゃんこかい。取れたか出たよ。ウグイりゃんこ。いやちょっと重かったんですげえ期待したんですけど。ウグイが2枚でしたね。いや2枚とは言わないのか、2本か。晩ご飯ゲット。機械のセンサー抜群だよ。ありがとう、ありがとう。やったね、これが。やりましたね。やりまくりですね。わからん。やった。デカウグイ。後半へ続く。この時間帯が勝負と言われていたんですが、どうにもこうにも底ずりの棚が不安になってしまって、いつもはしないのに棚取りゴムをつけて再調整をしていました。そしたらですね、何か魚が引っかかってしまい、今までのウグイならこんなには重くない、あ、針についてきた鱗を見てもらったら、どうもどうもヘラブナのようです。それもお腹側の鱗。あーああ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 あでこのあれ。ヘラヘラ。おめでとうございます。格好どうですか？格好やっぱかっこいいっすね。魚の顔も綺麗だよ。ああ綺麗ですね。ああ綺麗ですね。たまりまへんな。ありがとうございます。かっこいいね。うん。おお重量級だ。うん、ありがとうございます。大丈夫です。マイプレなしでした。あーなんかこの雰囲気見るとノッコミな感じしますね。ある
しました。打ちました。ゆっくりゆっくりゆっくり、溜めて溜めて。うん。よかったよ。あれ動いた。噂をすればなんてやるですね。持ってるね。持ってますね。打ちました。打ちました。ああ、にごいさん、40ぐらいのにごいさん、ありがとう。釣りを終えて埼玉を横断している国道4号線を走った時に、本当に東北まで通じてるんだなと実感しつつ、ラーメンで疲れた体にガツンと塩分とニンニクを摂取して宿泊するビジネスホテルへ到着しました。2日目も竿を出しましたが、次の日は相田さんも利根川も仕事なので、お昼頃撤収の準備です。途中で小野寺農園さんが遊びに来てくれて、かなり沖のところをボートでブーンと走っていました。え、利根川の釣果ですか。まあ前編後編になっていないということはそういうことです。ウグイが何個か釣れただけでした。相田さんは明らかに前日かけた魚より大きい魚がヒットしていましたが、ぐんぐんと力強く走っていって、その姿を見ることは叶いませんでした。今回相田さんのつてで日本ダム百選の一つ、タセコで釣りをすることができました。帰ります。二階堂さんのお兄さん、弟さん、そして菅原さん、大変お世話になりました。ありがとうございます。そして二階堂さんからいただいたミルフィーというスイーツがめちゃくちゃ美味しくて、帰りの道中にいただきました。まあ、家に着いた時点で残っていたのか残っていなかったのか、まあまあそれはご想像にお任せします。ということで今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価でも低評価でもいいので、ポチリと押していただいて、チャンネル登録がまだの方はこの機会にぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あとなんか関東とかからも、関東とかからも結構来て、ずいぶんかっこいいな。おはようございます、 SBFJ 利根川です。やっぱり尺半越えのヘラブナを釣りたいなと思って、千葉県茂原市を流れている一宮川へやってきました。ついでにハリスオモリをやってみたかったので、去年来た時に流れが緩やかだった場所があった気がして、できるかもしれないと思い、バッカンにガン玉を忍び込ませました。さあさあ、今日釣りをしようと思ってた場所ですが、潮の満ち引きの関係でまだまだ水がありますね。でも長靴を履いてきました。これでやっていこうと思います。とりあえず準備します。水があると言いましたが、すげえ勢いで引いてるな。やっぱりすげえな。今回この場所で釣り台を出した理由は後々お話しするとして、サクッと釣り台を準備していきます。はい、釣り台の準備が終わりまして、竿掛けの準備、そして今回使う竿の準備ですが、竿の長さは11尺です。この場所は前回ハクレンがかかったこともあるので、タセコへ持って行った極太仕掛けの道と 2.5 号をそのまま使用します。まあそんな準備をしていましたが、ここ数日ちょっとお腹の調子が悪いので、ピルクルをぶっ込んで生きた乳酸菌で腸内環境を改善してもらおうと思います。そして今回使う餌は11粉末マッシュにワタグルでスタートします。浮きと重りのセッティングを始めましたが、これを見ていただければわかるように、ハリス重りでやるなんてとんでもない。大潮の引き潮ですから、到底ハリス重りじゃ追っつかない強い流れでした。記憶違いって恐ろしい。よし、それでは1投目よろしくお願いします。ドボンの棚調整をしてから餌打ちを開始するまでに、早い流れから遅い流れに変化しました。めちゃくちゃやりにくいです。前回の動画を見る限り 0.8 号のおもりで止まってたんですが、今回は潮の動きがでかい大潮というのもあってか、
1号だと微妙だったので 1.5 号にしちゃいました。とりあえず餌打ちまで終えたので今日の朝ごはんといきましょう。今日の朝ごはんですが、懐かしのナイスティックを中心として納豆巻きと新商品のトムヤムチャーハン、あとチョコマウンテン、多分これも見たことないんで多分新商品だと思うんですけど、とりあえず朝納豆巻きとトムヤムチャーハン食べてチョコマウンテンデザートって感じですかね。ナイスティックとサラダチキンはおやつと。いただきます。からの最後の一口、ごちそうさまでした。タバコを吸って鑑賞に浸っていると早速浮きに反応がありました。いるわ。竿がちょっと動いちゃいましたが、それでもちょっと大きな動きがありましたね。もしかしてこれはチャンスタイム到来か。でっけえヘラブナ釣り手いるけど、なんだ今の、いないかな。おお、あ、何だったんだ今の。おお、あ、何だったんだ今の。何だったのでしょう。な、土壌みたいなやつだったな。ハゼかな。うわ、気になる。ではスローモーションでもう一度見てみましょう。何の魚か全く分かりませんでしたが、ヘラブナでないことだけは分かりました。餌打ち開始から15分、その最中でご飯を食べているので、いかに利根川が早食いかバレてしまいますな。お恥ずかしい。ちなみにトムヤムおにぎりは味付けがエビの感じで普通のチャーハンでした。おお、残念。ちょっと上で引っかかったような感じがします。どうも、おはようございます。皆さん、はい、おはようございます。おはようございます。1年ぶりでしょ、ここは。1年ぶりです。今日は私一人で。偶然昔から動画を見てくれているという方にお会いして、いろいろお話を聞かせていただきました。竿は15尺以上の方がいいよというお話でしたが、前回13尺を使ってこの場所ででっけーのが釣れたり擦れてたりしたので、それに引きずられて13尺を出していきます。でも竿を変更してからも2時間半反応がありませんでした。ということは裏を返せば2時間半が経って反応があったということです。さっき声をかけてくれた方も利根川の右側で竿を出していますが、18尺で反応なしと言っているので、私も短い竿で粘り続ける元気がありました。ということで釣りを開始してから5時間、11尺から13尺に変わったりはしていますが、ちゃんと船が釣れたあたりです。やっと来たけど、なんだ。お、どうしたね。目ん玉だ。目ん玉やっちゃった。いやー、でもやっと魚が網に入りました。あ、食ってる。食ってる。食ってますね。あ、やっと釣れてくれました。目ん玉かと思いましたが食っておりました。ありがとう。ドボンでも流れがあったりなかったりで、左側に投げるか右側に投げるか、まあ、そこまでシビアにはやらないんですが、投げる位置によって浮きの沈み具合とかも変わってくるので、やべっと思ったら回収してもう一回投げたりします。
重りが着底した瞬間、浮きがトンと反応するので、そうしたら竿を引いて重りを取り付けている部分の糸付けを取ったり、その重りの位置を調整してヘラブナが食うのを待ちます。ひたすら待ちます。竿が月光強しなのですぐに上がってきちゃいますが、サイズの割に引いてくれます。さすが川のヘラブナ。ちょっとサイズアップ、ちょいとサイズアップ。ずいぶんかっこいいな。肉厚ではないものの、おー、センキュー。家当たりでした。そうそう、もう2、3回。おお、おめでとうございます。本日1個目。ここにしてはちっちゃい、ちっちゃい、超小さい、超ちっちゃい。ありがとうございます。利根川が現状やっているドボンの釣り方を一応お話しすると、まず餌を投げ入れます。で、浮きが立ってスーッと沈んでいった先で、重りがそこについた瞬間にトンと浮きが動くので、竿を割と素早くピッピッと引きます。まあ、今1回か2回ですね。この時強く引きすぎたり逆に引かなすぎると浮きのちょうどいいところが出なかったりします。いつもだと3目盛りくらいを出してるんですが、今日は流れの強弱が特に強いので、それに対応できるよう5目盛り目を出しています。で、待つときは基本的に竿の一部を万力に乗せながら持ったりして、なんだろうな、竿が動かないように固定するわけではないんですけど、そんな感じにしないと浮きが上がったり下がったりしちゃいます。流れがちょっと強くなって浮きが沈んじゃったりしたら竿を送ったり、まあ、微調整って感じですね。引くなぁ、ました。そうですね、ちょっとだけサイズアップしたかな。いや、最後のと同じぐらいかな。いや、本当にでも引きますね。ヘラブナちゃん引きますね。楽しいですね。ありがとう。水がだいぶ上がってきた。チャンス、チャンスタイム。裸足で草むらに入らせるのがつけて。そうですか。なんだこれ、正体わかんねえ。あ、これはなんかカメか。あ、ブルーギルだ。ブルーギルの腹すれですね。でかいでしょ。お、結構大きいサイズですね。いいサイズ。推定15センチ。腹にすれました。昔本当地元の人がでもやってたんでしょうね。そうですね。あとなんか関東とかからも、結構来てたっていう。イエーイ、また決まっちった。来ましたが、これは擦れてるかな。私の方も確認来ましたよ。お、いいですね。二人していい感じですね。もちもちね。うん、お擦れさん。この場所は海から10キロ弱の範囲なので、潮の満ち引きをダイレクトに受けますが、実は海なし県の埼玉でも潮の影響があります。例えば前に言った埼玉県朝霞市にある朝霞水門なんかは新霞川と荒川の接合部なので、まあ海からだと30から40キロくらい離れてるんですが、
海の方で満潮になったり干潮になったり、まあ、水位の変動があるんですが、一番満水になるので1時間半とか2時間くらいかけて水が増えていきます。伝わりにくいな。海から1時間半から2時間遅れで満潮が来ます。お、これでよし。これがクセモノで、上がってる時は調子がいいんですが、水が下がってる時は調子が悪かったりします。これはまあ私利根川自身の実体験でもそうですし、最近知っているノズリ場が1500から1800になったと思ったら、つい最近2000個を超えたアイダマンこと相田さんも体験しているそうです。まあ、なので午前中引き潮はのんびりで、午後上げ潮の時に集中すればいいかなと思ってました。ただ利根川の右側で竿を出している方曰く、この場所は下げでも大丈夫な時は大丈夫だよという話でしたが、今日はさっぱりダメでしたし、まあいろいろな状況が複雑に絡み合ってるんでしょうね。難しい、でも楽しい。ということでまた当たります。さあ、さっきのヘラブナは忘れてましたが、今度はどうだ。ちなみに風で木が動いたりしてるせいか、 GoPro の手ブレ補正が変に働いて、ちょっとカメラが左右に動いて気持ち悪いですが、そこはちょっとごめんなさい、お許しください。この子は食ってました。いいね、いいね、楽しいね。ありがてー、このサイズが釣れるってのはありがてー。でけえのはいいね。ありがとう。さあ、残りの水位がこんなもん、あと10センチないな。あと何分釣りができるか。さあ、これが本日最後の魚になります。40センチ超えのヘラブナ、出てこい。いや、出てきてくれ。いや、出てきてください。ボラだ、ボラボラ。ああ、上がりボラ、上がりボラ。ボラが初めて釣れました。おーおーおーおお、ボラボラボラ、強しでよかった。上がってこねえ。おーっよしよし、あーダメだダメだ。引きますね。ボラはこれすごいっすね。これは濃いの技きます。あー手術になります。よし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 、入れ、入った、ボラ入ったー。しっかりしたいいサイズのボラ、上顎にがっちりですよ。あー危ねー、キャッチ、ナイスキャッチ。あー危ねー、キャッチ、ナイスキャッチ。ナイスキャッチ、ボラー。いいサイズですね。よいしょ、上がりボラで本日の釣り終了でございます。ボラちゃん、ボラちゃん、ありがとう。お、出れるか出れるか、あ、大丈夫か。あ、よかったよかった、あ、いた。 Thank you。 すがすがしい気分で上がりボラ、足元まで水が来てしまったので、3時になる前に本日の釣り強制終了です。尺半どころか尺超えのヘラブナすら出現しませんでしたが、ヘラブナだけではなく他の魚も釣れてくれたので大満足の一日です。ギリギリ避難に成功しました。さあ、ゆっくり帰ります。お疲れ様でした。ということで、今日も動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。
グッドボタンとチャンネル登録、右下からぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おはようございます。 SBFJ 利根川です。今日は栃木県小山市にある立沼緑地公園と鬼怒川に挟まれてひっそりとした場所にある野池にやってきました。今回の動画も案内してくれたのはアイダマンことアイダさんです。それでは釣り台を準備していきましょう。とりあえず手前は遠浅という感じだったので長靴である程度のところまで前に出て釣り台を設置します。そして今まで特に明言はしていませんでしたが、利根川は勝手に建てられている釣り台には乗りません。もちろん漁協などの許可を得て設置している場合は別です。ということでザブザブと釣り台の準備が終わったので後ろで餌の準備をしちゃいましょう。はてさて今日も芋綿でやっていきます。到着してから相田さんと水場を見ていた限りもじりとかそういうのが全くなかったので何尺を出すか悩みましたが、とりあえず長めの竿ってことで初代ガマヘラの19尺をここ最近ずっと持っていたのでその竿を出すことにしました。聞いた話だと確か35年とか30年そのぐらい前なので利根川と同い年かもしれません。そんな古い竿です。じゃあ止めよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと右行きましたがまあよろしってことで、よろしです。しますね。オドですね。逆光ですがまあメジャー見えてるんで、いやマジオドですね。オドですね。恐ろしいほどのオドですね。さあ本日の朝ごはんでございます。チーズクリームデニッシュリンゴ入り新発売、香ばしいアーモンドデニッシュ新発売、抹茶ラッテにおやつのレーズンサンド、おやつで食いまーす。いただきます。これがヘラならいいのに、のっこみの時のあのすげえ場所ってこんなサイズのヘラなんですよね。わお恐ろしいや。声がメーターぐらい、声がメーターですか。絶対上がらねえ。ああ恐ろしい。針も切れない、糸も切れないから10しかないんだよ。ああでかいあれですもんね。そんな話をしている一方で浮きはずっとずっと踊りっぱなしです。相田さんは餌を打ち始めて20分から30分くらいが過ぎたところから動きは落ち着いたらしいですが、利根川も釣りを開始してから30分くらい経ったにもかかわらず全く落ち着く気配はありません。相田さんの餌に寄っていた小魚を利根川が全て寄せてしまったかもしれませんね。そして浮きに動きはなかったものの餌を回収したら何かが引っかかりました。なんだ、なんかちょっと重い魚が引っかかりましたね。なんかプルプルしました。
今日一ですね、サイズアップサイズアップ。ここがくっついていいっすね。相田さんはヘラブナではなかったものの見事船を釣り上げていましたが、利根川はというと空振りか小魚のみ。難しい。相田さんから浮きのサイズに始まり、針のサイズ、針の種類、ハリスの長さ、使っている餌だったりといろいろ聞かせてもらって、試行錯誤してこの一頭でようやく釣れます。当日釣りをしている時は半信半疑で合わせていたんですが、動画で見直してみたらめちゃくちゃ気持ちのいい当たりでした。餌は1回目に作った芋グルとワタグルをブレンドしたものを打ち終わったタイミングでもう1回同じものを作ったり、別で11粉末マッシュとかの餌も作って打ち比べてみたりもしましたが、浮きの動きに残念ながら変化はありませんでした。何が正解だったのかは未だに分かりませんが、ようやく当たってくれたのでどうぞご覧ください。お、鯉臭いな。あれ？あら？あら？CM 行った？CM 行きました。あら？ああ、そうですね。あのガマヘラ、ガマヘラ19尺。いやー、マブダさん、マブダさんありがとう。結構でも30は30ちょいありそうなおマブナさんでございました。ありがとうございます。よいしょ、センキュー。Thank you. その後はひたすら餌を投げ続け、時々ピチャンと水に着水しちゃってテイク2。そんないつもの利根川でしたが、さっきマブナが釣れてから1時間半ちょいが経過して反応がありました。いや、反応があったというか、餌を回収したら魚がついていたというか、なんともわからない感じの雰囲気でした。なんだなんだ。よっしゃ、今日も帰ります。荷物が重い。帰りましょう。ここまで動画ご視聴いただきありがとうございました。次回はいつもの木曜日のサイクルから外れて、祝日に合わせて釣りをしたことのない人や子供を連れて行って楽しめる貸し竿のニジマス釣り、釣ったニジマスを塩焼きで食べて、焼いてる間に金魚釣りを楽しめる小山ウォーターパーク遊水園の動画になります。見逃さないようチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではではまた次回の動画でお会いしましょう。よろしくお願いします。おはようございます。 SBFJ 利根川です。今日は過去に白鳥が降り立ったことから白鳥の池と呼ばれている栃木県の野池を案内してもらいました。これは確かにたまらん雰囲気ですね。用水路の横を通って草むらを抜けた先にはこじんまりとした
素敵な池がありました。草の生え方とかもうよだれが止まらない雰囲気です。この朝もやもまたいい感じですよね。じゃあ今日よろしくお願いします。前の動画で釣り場に設置してある釣り台には乗らないようにしていると言いましたが、ここは私有地で許可をもらって台を設置しているので、今日は遠慮なく乗らせていただきますと思っていましたが、トラブル発生です。どうも台の前側がなんとなくですがズブズブと入っていくような、入っていかないような、いろいろ試行錯誤をしましたが、結局いつもの銀閣を持ってきて自前の釣り台を設置していくことになりました。最近は通常付属している足ではなく円盤爪足を使い始めて安定感が激増ししたのでマジでおすすめですが、利根川みたいに重くなければ多分いらないです。足元が硬そうで柔らかかったのでいつもより台の設置に苦戦しましたが、無事に設置完了です。竿掛けや万力、竿の準備をしながら棚取りゴムとフロートの使い方、ドボンの棚取りと釣り方、棚取りゴムを使わない沖底両グルテンの棚取り、ゴム粘土を使った両うどん両団子の棚取りを教えてもらってます。これは後々自分用でまとめると思うのでチャンネル登録をしてお待ちください。じゃあ棚取り中の1投目、よろしくお願いします。よろしくお願いします。パリッとした生地にソーセージが巻いてあるフライドトルティーヤタコスに緑茶、そして名前が気になって買ったクリームパラダイスが朝ごはんです。いただきます。確かに生クリームとカスタードクリームがふわふわのワッフルに挟まれてパラダイスです。ごちそうさまでした。ということで引き続き釣りを続行していきますが、全く反応がなく、ここの常連の方がピシャリピシャリと連チャンしています。何を隠そう、この前日この池でこの常連の高橋さん30センチ超えを2匹含めて30個くらい釣ってるそうなので、こちらに魚が回ってきて釣れ出すのも時間の問題かなと思います。よし、10尺にチェンジします。はい、だってあの高橋さんなんかは8、9で釣るもんな。おさすがやり手ですね。その池その池ごとに常連の人ならではのコアな情報って必ずあるので、今回は15尺をしまって10尺に変更します。これでは10尺1投目、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。釣ったるで。6時前に到着して釣りの開始はだいたい8時頃、そして時刻は気づけば12時前。朝はめちゃくちゃ寒かったのにだんだんと暖かくなってきて、ガサガサ左後ろで音がしたと思ったらタヌキまで出てきました。動画には残っていませんが、タヌキはつがいでいることが多く、この子も例に漏れず対岸にお相手がいました。そして時刻はお昼過ぎ、近くにあるナマズ天ぷらのお店新マス屋というところでナマズ定食大盛りをいただきます。食事から戻ってイモグルワタグルのブレンドで餌を作り直して新規一点です。ナマズの天ぷらはずっと食べてみたくて恋焦がれていたんですが、ようやく食べることができました。臭みとかは全くありませんでしたが、正直想像を超えてはきませんでした。至って普通の白身って感じです。ただですね、ナマズのたたき団子という、茶色い玉っころなんですが、ナマズの頭の骨とかも含めてミンチにして揚げてあるこの地域で昔から食べられているソウルフードです。これが不思議な
今まで食べたことのない味でちょっと癖になりました。また食いたい。動画じゃここまで、たかだか5分ぐらいなんですが、時は流れ夕方、釣り場に到着してから実に9時間と40分が経過しています。竿も10尺から12尺に変わって、浮きを見つめ続け、ようやく魚の反応がありました。残念ながら空振り。小魚ですかね。浮きがチュンと入ったシーンから約20分、さすがに T シャツじゃ寒くなってきたので上着を着て当たりに備えます。裏で2人とも見ているサタビルダーズの話題で盛り上がっていたら、新井さんも反応があったようです。利根川が YouTube で見ているチャンネルは、のんびりと見れる安定のハイサイ探偵団とサバイバル系のカメゴロウ、あとはウィアードジャパンというスノボ系のチャンネルはずーっと見てますかね。他にもはじめ社長、ヒカキン、テンチム、ヒカル、有名どころを一時ハマったり見なくなったりで、ちょっとこっちの方は波がある感じです。一応ヘラブナ系の動画をアップしている人は大抵おすすめに上がってくるので、全てチャンネル登録してます。最近はめちゃくちゃ増えてきたので全部漏らさず見るというのはちと厳しいのでピックアップしてますけどね。あれはあのコンビじゃないと多分、まあ長年のあの通過な、そうだね、あれじゃないと出せない空気感あるんで。宇野くんはね、本当面白い、ね、本当面白い。あ、来た。多分ものすごい入ったでしょ。最初は13。おー、かっこいいちゃった。うっそう。バッテリーがなくなってしまったので、スマホを使っての撮影に切り替えました。マジで最後の手段。いやだって釣れそうじゃないですか。なんかもう午前中、いや夕方まで死んでましたが、明らかに日が沈んでから反応がいいです。スマホだと長時間は撮れませんが、勝負をかけます。画質的には GoPro で撮ってもスマホで撮ってもあまり変わりません。利根川はいつもビデオカメラに GoPro、 モバイルバッテリーを5個持ち歩いてますが、このモバイルバッテリーが全てフル充電の状態なら今回のように長時間の撮影でも持ちますが、2つのバッテリーがもともと減った状態だったので大ピンチでした。正直最後の最後はバッテリーが切れるか切れないか、状況が状況だったのでマジで心臓に悪かったです。それが功を奏したわけではないですが、今ご覧いただいている浮きが入りますよ。もう今までの底釣りはそこまできっちりやっていなくて、なんとなーくふんわりとやってましたが、これで一つ上の男になったような気がします。今もマルキューのインストラクターなのかな、矢野満っていうちょっと背のでかい関西の人間、あの人のマルキューじゃなくて殺人行ってで来た。よかったよ、ほらちっちゃいけど来ました。マブです、マブですけど。よかった、よかったじゃねえんだけどね。やった、これだけ粘ってですけど、めちゃくちゃ嬉しいですね。最後の最後の最後の最後で船が釣れてくれました。体長はギリギリ20センチない。まあ、19センチぐらいですか。やっと、やーっと、もう7時前からこの場所にいるので何時間後しかわかりませんが、ようやく釣れました。この時はヘラブナにしか見えませんでしたが、今見るともう、今見ると銀ブナに見えなくもないけど、ともかくありがとう。ありがとうございます。はぁ、嬉しい。
リリースします。はい、ありがとうございました。片付けも含めて5時過ぎになったので、結局12時間近くここにいたことになります。普段はこんな一発を狙う釣り場ではなく数が狙える場所なんですが、やっぱりこういう日もあります。今日の最後に釣れた一つ、こんだけ粘ってこんなちっちゃいのかよと笑われるかもしれませんが、もう嬉しかったですね。まあ毎日いい日じゃないからこそ釣りは楽しいってことで、ここは一つ。この日いろいろ教えてもらいましたが、白鳥の池は底が固めで全く掘れない池らしいので、仕事の合間に地元の池で復習も兼ねて竿を出してきました。地元の池は底がヘドロでゴリゴリ掘れていくので、そういう場所でも浮きの位置を覚えていれば判断できるのは確認できたのでよしとします。 SBFJ 利根川、これからも精進してまいります。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をもう一度押してしまうと登録が解除されてしまうので、チャンネル登録がまだの方だけポチリとチャンネル登録ボタンを押してもらって、頑張れよという応援も兼ねて高評価ポチリと押してくれると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。